こんにちは。今日はスターウォーズのリーク情報です。かなり画像も荒いし、ワンセットだけですが、とんでもないリーク情報になります。スターウォーズファンなら誰もが喜ぶ商品のバットバッチシャトル、ハボックマローダーです。知らない方のために簡単に説明すると、アニメクローンウォーズの製品で、特殊な力を有するエリートクローン分隊とその乗り物になります。5人のメンバーがいます。1人目は優れた戦闘能力を誇るリーダーのハンター、2人目は怪力のレッカー、3人目は射撃能力に恵まれたクロスヘア、4人目は科学と技術的才能を備えたテック、5人目はクローンウォーズ初期に活躍していたエコー。スターウォーズ版アベンジャーズですね。本来の商品ですが、かなり安いです。スターウォーズに年間50万円以上使ってきましたが、専門家の僕が言うからお値段以上は確実です。一般的には収集させて売り上げを上げるのがレゴ社の方針で、レンの騎士団や忍者号などをフルコンプするのに5万から8万とかが普通なので、いかにこれが安いかって話になります。これだけ購入すればバットバッチをフルコンプできるので、夢のような仕様です。そしてシャトル名はバットバッチシャトル、もしくはハボックマローダー。そしてシャトルの第一印象は、機体内部が狭そうと思いました。やはり2015年のインペリアルシャトルは超えれないかって感じですね。機体先端のコックピットや左右の翼の付け根など重厚感はあり、外観の再現度は個人的には完璧でかっこいいと思います。そもそもスターウォーズのシャトルが全般的にクオリティが高いし、そして色もいい。今までのスターウォーズ製品でこんなかっこいいブルー色なんてありましたか？ほんとかっこいいです。それではチャンネル登録をして日本最速の情報をお待ちください。ご視聴ありがとうございました。